はい、どうも皆さんこんにちは、太陽歌です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン前回の続きからやっていきたいなと思います。でね、前回はね、ノランポニー峡谷にいる、D-REXとね、戦ったわけなんですけども、前回もね、前々回、そしてその前同様、仲間にはならなかったわけなんですけども、D-REXはね、仲間になるというかアイテムを落としてくれるんですけども、今回もね、前回、前々回に引き続き、ヒーローシリーズということで、今回はね、この方ですよ。オリジンですね。こちらの方とね、戦っていきたいなと思います。もしかしたらね、最初にクエストが発生するかもしれないんですけども、オリジン。なんか魔人みたいでかっこいいよね。おや、久しぶりですね。ニューヨーマシティで一緒に戦った以来でしょうか？オリジン、今日はどうしたの？オリジン。私は怪しい者いないかどうか、日課のパトロール中でございますです。日頃から街を見ておくことで、変化に素早く気づくことができますからね。すごいね。さすが妖怪ヒーローでウィッス。これくらいは当然のことですよ。さて、せっかくこうして会えたのです。少しお話でもしていきませんか？いいよ。そういえばオリジンはどうして妖怪ヒーローになったの？オリジン。おや、私に興味をお持ちですか？面白い方ですね。うん、ちょっと気になって。構いませんよ。私の話でよければ お教えしましょう。少し長くなるかもしれませんので、改めて声をかけてください。最強のヒーローオリジン。あ、間違った。私は古くからずっとこの世界を見守っておりました。古くからってどれくらい？そうですね、正確にはもう思い出せませんが、ゴッドファーザーが追放されるよりもずっと前だったのは確かです。それって555年以上ってことでビス。月日が経つのは本当に早いものです。ですがその頃の私は彼の悪事をただ見ているだけでした。自分に害がなければと何もしてこなかったのです。そうだったんだ。ずっとそうした日々が続くと思っていました。リーダーに会うまでは。リーダーっていうとスカイシャリマンのこと？彼の正義感にあふれる姿勢に触れ、私は間違っていたことに気づきました。それ以来私は彼らと共に行動し、彼らの助けになることを決めたのです。なるほど、そんな過去があったんでミスね。それにしてもあなたは実に興味深い。俺？ええ、人間でありながら多くの妖怪と友達になり、さらにはこの世界を救った、まさにヒーローと呼べるでしょう。リーダーに感じる正義の心をあなたの中にも感じる気がします。なんか照れちゃうな。その力と心、どれほどのものなのか試してみたくなりました。もしその力が真の強さと呼べるのならば、私はあなたの友となりましょう。オリジンが友達に？力を示す覚悟があるならば、もう一度私に話しかけてください。いや、もちろん力を示そう。オリジン。もちろん。起源。それでは行きますよ。でね、オリジンもね、一応事前に何が好きかとは調べてあるんですけども、ピザがね、好きということで、これね、満点スターピッツァ、これをあげましょう。オリジン。いいよ。で、一応防御力も上げといて、で、ブラスターもね、使って友達モードでなんとかね、やっていきたいですね。
かっこいい。この必殺技かっこいいな。ブラスターたまれ。よし、いいぞ。友達モードでなんとか。あ、あんまり動かないですね。友達モード。アタックモードか。アタックモードいらないんだよな。ちょっとだけ攻撃してみようか。うん、こんなもんにしとこう。友達モードがいいんだよね。ブラスターでなんとか。友達モードお願いします。うわ、吸収結構強いな。で、防御力上げて、で、ブラスター使って友達モード、友達モード来て、よし、いいぞ。お、いいね、いいね。いや、これは来たでしょ。どう？いいですね。あとはね、戦闘で勝つだけですね。体力は残り半分ぐらいですね。あ、やべ、避けたか。妖怪ブラスター、あとはアタックモードで。ああ、友達モードか。まあ念押してね。あ、多分これ以上は上がんないとは思うんですけども、まあ一応思いを込めてね。よーし、いいぞ。いいよいいよ。いや、かっこいいわ、この必殺技。やっぱ火力高いな。うわ、きついきついきつい。よし、ブラスター使っていこう。よし、アタックモード来て。来たね。いいよ。さて、どうだ。いやー、どうだどうだどうだ。お願いしますよ。お願いします。くー、オリジ。なるほど、戦えば戦うほどあなたに興味が湧いてきました。
また明日私とバトルしていただけませんか。もっとあなたのことを知ってみたいのですよ。いやーきついですね。オリジンもね、今回は仲間にならずと、まあ言ったところでね、あとね、寿司バージョンで戦える妖怪にはオリジンじゃなくてなんだっけ、半蔵、確かね半蔵もねどこかで戦えるはずなんで、いやー戦っていこうかなと思いますね。うん、とりあえず場所とかね、まあ、調べておこうかなと思います。なんで次回はね、多分半蔵のバトルになる可能性が高いですね。うん、はい、ってなわけでね、今回はねこの辺で終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それではまたねー。